ゆうちゃまのひとりごと、超精神グラン星座を語ろう。どうもゆうちゃまです。子供の頃見てた思い出深い作品です。今でもナックルライザー持ってますよ。みんなトライブごとに変身ポーズが違ったり、12人も戦士が出てくるのは本当にワクワクしましたね。なんか龍騎と近いものを感じる。あれはバトルロワイヤルでしたけど、なんかそんなに出てくるとね、いいですよね。豪華。星座っていうのもいいよね。炎、風、大地、水のトライブ。皆さんはどのトライブが一番好きですか？僕はですね、いろいろ風も大地も水も好きっていう気持ちもあるんですけど、やっぱり炎のトライブが好きですかね。セイザータリアス、主人公の工藤天馬のあの戦士ですよ。あの弓で攻撃するっていうのがかっこよかったね。珍しくない？なんか主人公が弓って剣とかじゃなくてね、あれが良かったですね。12人もいるとね、やっぱり全員を平等に活躍させるっていうのは難しいですが、まあ回によって活躍するキャラがいたりして、少しずつキャラクターが登場したりロボが登場しているのはなかなかうまかったんじゃないかなと思います。最後ね、ロボがこう全部が合体するっていうのもワクワクさせられましたし、主題歌のライフゴーゾーンも良かったよね。フィールドオブビューのボーカル朝岡さんが歌ってたのが驚きでした。もうね、特撮ソングとしては100点満点の楽曲。熱いし夢中になれるようなそんな楽曲でしたね。グランセイザー12人の戦士もそれぞれ魅力がありましたし、僕個人的には途中から出てくるインパクターロギアのかっこよさに震え上がっておりました。あの銃のこう、なんて言えばいい、打ち方がかっこよくないですか？背中にこうつけてあってさ、ちょっと傾けて撃つみたいな、あれはしびれたね。仮面ライダーや戦隊もいいけれど、超精神シリーズも最高でした。そんな感慨深さを感じながらラジオはここまでにしたいと思います。明日へ、グランセイザー、バイバイ。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。